おはようございます。おはようございます。ここはどこでしょうか？ここはインディアンウェルズゴルフリゾートです。なんで、谷田選手ここにいるんでしょうか？はい、エプソンツアー最終戦が来週からこのコースで開催されるので、今日は竹内さんに練習ラウンドに連れてきていただきました。はい、今日はですね、萌花選手ともやりましたが、ホールマッチ、私のハンディキャップはこのティーはちょっとまだ計算してないんですけど、多分13か14ですということで、ホールマッチで私に勝ったら賞金200ドル、1アンダーごとに賞金、獲得プラス100ドル、私に勝って5アンダーでもらったら今日の賞金は、700ドルになります。頑張ってください。ありがとうございます。ということで、今年エプソンツアー回った1年間、来週最終戦ですけども1年間いろいろ感じたこととか、全米回って大変だったと思いますけど、はい、視聴者の皆さんに報告してください。はい、本当にこう長かったような短かったようなこの半年間、まあ、このシーズンがそこ最終戦を控えてるんですけども、すごく成績が良くなかった週も良かった週もどちらも本当にずっと応援し続けてくださった皆様に心より感謝申し上げます。ありがとうございます。まあ、最終戦本当に気合を入れ直して、もうトップ10、もう上位を目指して頑張りますので、どうぞ応援よろしくお願いいたします。ところで今現状報告してよ、ランキングとか。はい、ランキング上位35位に入ると QT20 免除になってファイナルから出場できる権利を獲得できるんですけど、今現在私の順位47位でまだ足りないので、まあ、本当にこの最終戦で上位入ってファイナルに行けるように頑張りたいと思います。何位入んなきゃいけないんだ？10位以内入ったら大丈夫かな？10位以内は必須になる。必須だよね。まあ、本当に周りの選手とあるので、まあ、周りの選手がどれぐらいの順位で上がるか結構左右されるので、はい、まあでも10位入んないと35位には入らないと。はい、そうでも、立派に今年の、80位以内には確定していますから、はい、来年の、シード権はもう取得済みということで、はい、まあ気楽にしてはおかしいですけど、でも1日2アンダーぐらいはいいよね。頑張ります。ということで今日は初めて、初めてのここ、はい、じゃあ頑張りましょう。じゃあお互いに頑張って、ホールマッチ僕も負けないようにします賞金獲得してください。はい、それじゃあ行きましょう。行きます。インディアンウェルズゴルフリゾートプレイヤーズコースが、来週のエプソンツアー最終トーナメントの主要コースとなっております。今日は練習ラウンドです。第1打、正面のバンカーは280です。おお、ナイスショー。ど真ん中、オレンジだったよね。オレンジです。ハンディキャップ後で探します。うん、ナイスショットです。いいじゃない、真ん中だよ。いや、真ん中です。じゃあ第2打目いきます。クリカ選手5ヤード前大して変わってません。はい、あの木だった。そうですね、あの木より少し右。あ、やばいなこれ。ちょっと行かないとわからない。バンカーの右エッジ上狙いですね。右は水のないクリークがあって、フェアウェイはみんな左から右に落ちていますので、バンカーの右エッジよりもちょっと左ぐらいを狙っていきたいところです。
をちょっと左引っ掛け気味だけど問題なしでしょう。ギリギリ残ってました、残り117ヤードピッチングでピンの左から行きたいと思います。ダメだ。あ、こうやってナイスオンじゃないですかね。ブラインドになっちゃってんだ、ピンまで80ヤード強でした、ブラインドになってますが正面の、もじゃもじゃの木の左エッジぐらいがピンのあるところです、左から右。ちょっと右に出てしまいました。ちょっとダフり組み。ナイスアプローチです。1ホール目。約10メートルのバーディーパットです、スライスライン。最近距離感で悩んで新しいパットに変えたばかりのユリカ選手、距離感に悩んでおります。早いね、ここ、こっちにスターターのおじさんが言ってましたが、あの丸い山に向かって目が切れているそうです。この正面の丸い山です。惜しい、ボギースタートとなってしまいました。3パット、パット悩んでおります。2番ホール、今日はピンが手前164ヤードパー3です。ピンに向かってまっすぐ、ちょい左、ちょっとショート、乗ってる？2打目10ヤード弱、アプローチショット、おー、入りそう。おー、ナイスバーディーナイスバーディー。今年1年間磨いたアプローチの技が光りました3番ホールパー4です、2打目を考えると3つあるバンカー、右のバンカー狙いが良さそうです。方向的には右のバンカー。先ほどの2番ホール、私はナイス寄せてパーだったのに、ユリカ選手チップインのバーディーで負けてしまいました。今イーブンです。おお、言われた通り、言われた通りナイスショット。私はグリーン脇のバンカーに入ってしまいました。このコースのこのティーのハンディキャップは11でした。残り80ヤード。おお、ちょっと足んない。グリーン側から見たフェアウェイです。狙い目は右のバンカーではなくて、この私たちが落ちてしまったバンカー狙いじゃないと、フェアウェイが左から右に流れていました。ということで、ユリカ選手第3打目ナイスアウト。おー、絶妙、ナイスショー。ユリカ選手前のホールは見事サンディーパーで、私はサンディーパー取れないで負けました。
ハンデマリファンでした。このホールはハンデあります。409ヤードパー4、4番ホール、左バンカー右エッジ狙いで、おお、ナイスショー。ちょっと右に出てる。バンカー大丈夫？微妙です。ちょっとバンカーっぽい、わかんない。4番ホール、第2打地点に来てます。私のボール、ユリカ選手のボール、5ヤード変わりません。残り、ユリカ選手から170強、上り、バンカー越えのショットになります。私はグリーン真ん中狙い、ユリカ選手はも真ん中狙いのようです。見えない。乗った？わかんない。バンカー？多分バンカーかもしれないです。ユリカ選手、若干足りず、搬入してしまいました。さあ、2連続サンディになるか。ちょっとショートしてしまいました。残り3メートル、私も寄らず、ゆりか選手も寄らずでパーパットになります。ゆりか選手、私と全く同じラインで、私がラインを見せてしまいましたので入るでしょう。アウトサイド、アウトサイドライトでぴったし、アウトサイドライト打てるか。おお、ちょっと強かった。オッケー。5番ホール、パー4、390ヤード、正面のバンカーがどうやら左バンカーで、左に位置しているバンカーなので、右ドックのようです。あのバンカーの右エッジから右狙い、おお、ナイスショー。ナイスショットなのかな。ナイスショットっぽいね。左キックしてたし、はい。5番ホール、143ヤード、390ヤード、結構長いホールで、右はハザード、左はバンカー、フェアウェイ狭かったところ、フェアウェイナイスショットです。なんと私はゆりか選手アウトドライブしております。いけたお、筋ってる。おお、ナイスショー、バーディーチャンス。おお、戻ってきて、戻ってきてる。ナイスショー、ありがとうございます。さあ、ユリカ選手、スライス、下りのスライス、バーディーパットです。私はボギーでした。来い来い、止まれ。これはちょっと OK じゃないね。さあ、ユリカ選手、開始のパットです。約1メートル弱、インサイドライトでしょうか。ナイスパー、ですがこのホールハンディキャップありますので引き分けとなりました。